下の感じです。謙遜してってことですね。気をつけて。はい。まあ、分かりますよ。あれ、襟取られたんですか、後ろから。あ、です。まあ、襟にはないです。分かりやすく、僕らに。フェイスロックに近いんですけど、まあ、ヘッドロックで、はい、襟じゃなくて、もう腕でこう、あー、質問していいですか。岩切さん、なんかちょっと質問していいですか。素朴な質問していいですか。さっきその首で怒られたって言ったじゃないですか。痛くないですよ。そらそら痛くなかったらタップしてないし。あ、痛いの好き。若干痛いの好き。いや大嫌いですか。あ、でも評判ですけど、後ろ取ると思う岩切さんは。どうでしょうね、それはでも充実のルールの中でバットを取った取られたらそこから復帰するというのはかなり難しいので、あ、どんな相手でもバットを取られるのは怖いけど、特に体格差があったらどうにもなくなりますね。でもなんかすごいですよね、多分道で D みたいなあってちょっと組もうよみたいに言われたら確実に逃げますけど、これ試合上でこそやっとね、あ、やろうかなっていう気持ちになるぐらいの話じゃないですか。ねえ、あ、でも体重差もまあまあありますしね。まあまあだいぶありますよ。だいぶですよね。いや、あの無差別級なんでしたっけ、なんていう階級、オープンウェイトですかね。ヨギさんのオープンウェイトキラー、オープンウェイトキラー、昔の言い方だとアブソリュートキラー、いや、準優勝ですね。おめでとうございます。もういつになく強かったですよ、やっぱり。すごい、手汗がやばい。手汗がやばい。やっぱ見てて興奮するよね、やっぱり。打撃とかがね、なくてもね、すごくおいってなりますね。やっぱり打撃がないので、僕みたいに普通のサラリーマンで楽しんでできるんですよね。顔を晴らして、例えば英文口とか、いらっしゃいとか言うとか、若干怖いですもんね。この人の断ったらどうするんじゃないみたいな話ありますよね。小雪の吉永、秋田が山下、そろそろ岩木さん、高橋薙野、あ、じゃあみんな徳永、高典。